よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。デビュー戦でインタビューばっくれたんで、初めて勝ったら絶対インタビューばっくれようと思ってたら、あの控室の前に柏木さん立ってて、あの帰れなくて失敗しました。あの平本選手インタビュー来ますかって言ったら必ず行きますと。あのヒカキンのキッズがヒカキンチルドレンって言われてるんで、それちょっともじってやったんですけど、まあ、ヒカキンチルドレン超えたいですね。ま、まあ、これが20分ぐらい喋っていいですか。やめた方がいいですね。はい。ありがとうございます。それではアマチュアシュートからやり直した方がいいっていうのもなかなか、はい、絶対勝ったら絶対行ってやろうって感じでした。いや絶対行ってやろうって思ってましたよ。もうそれを思いながらシャドウとかしてたんで自分で、はい、本当立場をわきまえた発言をしてきただけです。いやその、まあ、デビューから言ったネイキッドトレーニングも、はい、今回の勝利にはつながってますでしょうか。いやだいぶつながったんじゃないですかね。はい、一皮むけた感じはします。また行きますか。いやもう行かないっすね。